2年 B 組千八先生は1981年から1982年まで放送されたテレビドラマです。東京の公立中学校を舞台に問題のあるクラス2年 B 組を受け持つことになった千八先生の奮闘する様子が描かれました。一見厳格で怖い教師に見える千八が実は生徒思いの熱血教師で生徒たちと交流を深めていきます。この作品は3年 B 組金八先生を含め桜中学シリーズと呼ばれ、他に1年 B 組新八先生、3年 B 組関八先生といった派生作品がありますが、金八先生ほどヒットしませんでした。今回はこの2年 B 組千八先生の教師役出演者の現在についてご紹介します。伊達千八郎、佐藤宗幸さん。佐藤宗幸さん演じる伊達千八郎は、転任早々問題児の多い2年 B 組を担当することになった国語教師です。持ち前の粘り強さでクラスを徐々にまとめていきました。佐藤宗幸さんは1949年生まれ、宮城県出身です。大学の時、当時流行した歌声喫茶でギター片手に歌い、プロに近い活動を開始。1977年には NHK ラジオ FM リクエストアワーで DJ を務めました。同年、番組に寄せられた詩に佐藤さんが曲をつけ、青葉城恋歌が誕生。1978年デビュー曲として発売されると100万枚を超える大ヒット。知名度が全国区になりました。俳優としては2年 B 組千八先生のほか、大河ドラマ独眼竜政宗などへ出演されました。佐藤宗幸さんは結婚されていてお子さんもいるようですが、詳細は分かっていません。佐藤宗幸さんは地元仙台で司会者、ローカルタレントとして人気で、現在もレギュラー番組を中心に活躍されています。君塚美也子、赤木春恵さん。赤木春恵さん演じる君塚美也子は桜中学の校長、当時としては珍しい女校長で、千八先生や生徒たちを優しく見守る役でした。赤木春恵さんは1924年生まれ、かつての満州国出身です。日本に帰国後の1940年に松竹ニューフェイスとして入社。同年、映画「日本松少年隊」でデビューしました。終戦後、大英、東映と渡り歩き、大作や商品の区別なく脇役を多数務め、俳優としてのキャリアを積みます。名前が知られるようになったのは1979年のドラマ「3年 B 組金八先生」での校長が当たり役となりました。また1990年にスタートした「渡る世間は鬼ばかり」では嫁をいびる姑役が評判を呼び、再び当たり役になっています。2013年には「ペコロスの母に会いに行く」に主演し、88歳にして映画初主演を果たしました。これは世界最高齢での映画初主演女優としてギネス記録になっています。結婚は1947年に東映のプロデューサーだった酒井健さんとされ、一女を設けられました。赤木春恵さんは2018年、心不全のため94歳で永眠されています。野村浩一郎、早崎文治さん。早崎文治さん演じる野村浩一郎は、桜中学の教頭、君塚校長と異なり堅物で、世間体や学校の評価を非常に気にする融通の利かない役でした。早崎文治さんは1929年生まれ、広島県出身です。大学卒業後の1954年、宝塚新芸座に入り俳優となりました。1950年代から主に関西地区で映画、舞台、テレビなどに出演されています。知名度が上がったのは1979年放送の3年 B 組金八先生での野村教頭役で、当たり役となりました。早崎文治さんは情報が少なく、結婚やお子さんの存在についてわかっていません。早崎文治さんは、1996年3年 B 組金八先生第4シリーズ最終回当日に67歳で永眠されました。細川靖子、宮崎美子さん。
宮崎美子さん演じる細川靖子は、2年 B 組の副担任でマドンナ的存在。大学卒業後に初めて赴任した新人教師役でした。宮崎美子さんは1958年生まれ、熊本県出身です。大学在学中の1979年、雑誌週刊朝日の表紙モデルに応募。翌年見事1月号の表紙を飾ることになりました。同年ミノルタのテレビ CM に出演したところ、社会現象となるほど話題に。また、宮崎さんの登場は、グラビアモデルはスリムという概念を崩し、モデルとして大成しました。大学卒業後、地方放送局に一旦就職しますが、テレビ局からの強いオファーを受け、1980年、ドラマ「元気です」に主演し女優デビュー。その後も女優として活躍したほか、クイズ番組にも多数出演し、博識ぶりを発揮しています。結婚は1989年、当時アシスタントディレクターを務めていた上川信弘さんとされましたが、1991年離婚されています。お子さんはいません。宮崎美子さんは現在も女優、タレントとして活躍中です。榊原登紀子、川口雅代さん。川口雅代さん演じる榊原登紀子は、細川靖子の後任の副担任役でした。川口雅代さんは1959年生まれ、福岡県出身です。大学在学中の1981年、文化放送のミス DJ リクエストパレードでデビュー。シンガーソングライターとして活動を始めましたが、発表した曲は多くなく、シングルを4枚出されています。デビュー同年、2年 B 組千八先生で女優デビュー。大学卒業後はテレビ、ラジオの司会やパーソナリティとして活躍しました。声優としては、ゲーム、ときめきメモリアルの片桐彩子役が有名です。結婚は米国在住の男性とされ、一児を設けられています。川口雅代さんは1995年に渡米され、以降米国でリポーター、ジャーナリストとして活動中です。内藤、加藤武さん。加藤武さん演じる内藤は、2年の学年主任、多少頑固なところがある理科の教師という役でした。加藤武さんは1929年生まれ、東京都出身です。幼少期から歌舞伎を愛好し、俳優に憧れていました。大学で演劇研究会に入り演技活動を開始。大学卒業後、一旦教員として就職しますが俳優の夢を諦めきれず、1952年、辞職して文学座へ入りました。同年、狐つきで初舞台。1953年、濁り絵で映画初出演。黒澤明監督の作品に多数出演したほか、横溝正史さん原作の金田一耕助シリーズでは、警察幹部として何度も出演。劇中で見せるよし、わかったは有名となり、CM にも起用されました。加藤武さんは結婚しておらず、お子さんもおりません。加藤武さんは2015年、心疾患のため86歳で永眠されました。川島義行、川原崎長一郎さん。川原崎長一郎さん演じる川島義行は2年 C 組の担任で、社会科の先生役でした。川原崎長一郎さんは1939年生まれ、東京都出身です。歌舞伎役者川原崎長十郎の長男として生まれ、弟に俳優の川原崎二郎さん、川原崎健三さんがいる芸能一家です。その影響で幼少時より舞台に立たれています。大学在学中に親への反発心から東映に入社、映画出演をするようになりました。演技で高い評価を得、東映作品に30本以上出演。また、40代から日本の良き優しい父親像としてホームドラマの父親役として多数出演しました。結婚は女優の伊藤英子さんとされ、息子さんが一人おります。川原崎長一郎さんは、2003年に急性心不全のため64歳で永眠されました。
平野玲子、佐藤織江さん。佐藤織江さん演じる平野玲子は2年 D 組の担任で、数学の教師役でした。佐藤織江さんは1943年生まれ、東京都出身です。高校卒業後、俳優座へ入団し芸能界入り、1965年に初舞台を踏みました。1966年のテレビドラマ、若者たちへの出演で知名度が上昇。また、1968年のドラマ、男はつらいよ。1969年の映画、続、男はつらいよで続けてマドンナ役で演じたことで、人気女優の仲間入りを果たしました。以降、ドラマ、映画を中心に活躍しましたが、1990年代前半以降、活躍の場を舞台へと移されています。結婚は1977年にジャーナリスト加藤健二さんとされましたが、数年後に離婚されています。お子さんはいないようです。佐藤織江さんは現在も舞台を中心に女優として活動中です。桐原、水野久美さん。水野久美さん演じる桐原は養護教師という役でした。水野久美さんは1937年生まれ、新潟県出身です。実家の隣が劇場だったため幼少時より演劇に触れ、役者を志すようになりました。中学から高校と演劇部で活動した後、1955年、劇団俳優座の養成所に入所しました。1957年、映画、キチガイブラクでデビュー。1960年代に妖艶な女性役でゴジラなどの特撮系映画に多数出演し、人気を博しました。結婚は1964年に俳優の山本岳さんとされましたが、後に離婚。1973年、テレビプロデューサーの五十嵐道夫さんと再婚されました。五十嵐さんとの間に男児を一人設けられています。現在、水野久美さんは高齢ですが、マイペースで活動されています。田中陽介、斉藤陽介さん。斉藤陽介さん演じる田中陽介は、気弱な性格で生徒に舐められながらも、美術が好きな美術教師役でした。斉藤陽介さんは1951年生まれ、愛知県出身です。大学卒業後、劇団を経て俳優の道へ進みました。NHK のドラマ、男たちの旅路の車輪の一歩で、テレビドラマ初出演を果たします。以降、名脇役として、善人から悪役まで多彩な演技で人気となりました。代表作に1年 B 組新八先生や家なき子がありますが、新八先生は初レギュラー作品で、気弱な美術教師の講演が元で、続けて千八先生にも出演されています。結婚は29歳の時、元女優の女性と結婚され、男児を二人設けられました。斉藤陽介さんは2020年、咽頭がんのため69歳で永眠されました。桜井、大森明美さん。大森明美さん演じる桜井は、体育教師役でした。大森明美さんは1936年生まれ、宮城県出身です。短大生だった19歳の時スカウトされ芸能界入り。1957年テレビドラマデビュー。翌年ドラマ、バス通り裏にレギュラー出演。バス通り裏は1963年まで約5年にわたり放送された人気ドラマで、このドラマ出演の影響で広く名前が知られるようになりました。同作への出演後、活動の場を舞台に移し、1年間に200本もの作品に出演する舞台女優となりました。1970年代に入ると、再びテレビドラマに出演するようになり、大河ドラマをはじめ、多数の作品に出演されています。結婚は28歳の時にされていますが、お子さんはいないようです。大森明美さんは現在も女優として活動中です。国井美代子、萱島成美さん。萱島成美さん演じる国井美代子は、理科の教師役でした。萱島成美さんは1942年生まれ、東京都出身です。
幼少時から子役として活動。1959年、東映ニューフェイス6期生に合格し本格的に芸能界入り。東映映画に出演した後、1962年東映を退社しテレビへ活躍の場を移します。1979年に3年 B 組金八先生に出演。以後同シリーズの大半に出演し代表作の一つになりました。結婚は1970年、28歳の時に俳優の中尾彬さんとされ男児を一人設けられましたが、1975年に離婚。1990年、48歳の時に一般男性と再婚されています。茅島成美さんは現在も女優として活動中です。川村優子、三木ひろ子さん。三木ひろ子さん演じる川村優子は、桜中学の用務主任という役でした。三木ひろ子さんは1933年生まれ、愛媛県出身です。高校卒業後俳優座養成所に入所し芸能界入り。主に脇役として長年多数のドラマに出演。1979年から出演した3年 B 組金八先生は、シリーズの大半に出演し代表作の一つになりました。また、洋画の吹き替えでも活躍されています。三木ひろ子さんは情報が少なく、結婚やお子さんの存在についてわかっていません。三木ひろ子さんは高齢のため、現在は引退状態と思われます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。